り申し訳がないと思いながらも、ここしか言うとこないんだもん、直接言えるところ。だから、それに対して大臣のお話をしろっていうことを知ってくださった。感謝してます。でも、このだけじゃダメなんですよ。症状には言ってくださいました。誰もは言ってない。今一番この国で重要な問題、苦しんでる人たちが多い。災害の対応ができるような民間の未来。この国会が存在するべきなんじゃないですか。だってこの間も話したじゃないですか。民主党政権時代、自民党お疲れ様です。れいわ新選組山本太郎、よろしくお願いします。投げ足を取ろうとするけれども、はっきり言うわ、今の政権より100倍増しだ。これこういう話なんで止めとくか。